こんにちは、鈴木邦明です。今日はですね、不登校の子供にどう接したらいいのか分かりません。まあそんな質問をよくいただきますので、その質問にお返事をしたいと思います。まずですね、私のまあ今までの、実務経験からの結論なんですけれども、子育てがうまくいくかどうかっていうのは基本、ちゃんとしたものを食べさせて、体の不調を訴えたらすぐにその不調を速やかに改善できる対処をしてあげる。まあ例えば肩こりがあるって言ったら、まあ整体でもいいですし、漢方薬でも鍼灸でもいいと思うんですけれども、対症療法じゃないやつですよね。頭が痛いからつって頭痛薬を飲ませていいにするということではなくて、頭痛が起きるような体調なんで、それが起きないような体調にしてあげると。まあこの二つを守ってさえいただければ、子供は勝手に前向きに、もちろん明るいまんま、元気に成長していきます。で、まあその、まあだから言いたいのは、接し方を、考えている暇があったら、この当たり前のことをちゃんとやりましょうよっていうことを私は、提案させていただいてます。で、その当たり前のことをやった結果、子供さんがどんな、子供さんにどんな変化が現れるかですよね。例えば今だと、まあ、この質問不登校で困ってるわけですから、まあ、例えば、学校のことを話すと、なんていうんですかね、部屋にこもってしまうとか、まあ、怒り出すとか泣き出すとか、わかんないですけど、まあ、そんな、いろんな悩みがあるんだと思うんですけれども、そういう反応がどのように、変わっていくのか見てってほしいんですよ。で、例えば、まあ、私が言うまでもないことなんですけど、親という字ですよね。親という字っていうのは、木偏に立つっていう字が上に来て、ね、木偏に、木に立ってですよね、見るって書きますよね。まあ、つまりは、同じ、目線に立つなってことなんです。で、まあ、私としては、多感になった気分で、観察、子供さんを観察してあげてって言うんですけれども、そうやって見ると、普段、頭が痛いって言ったら、じゃあ頭痛薬飲みなさいとか言って終わらしちゃってたのかもしれないですけど、頭が痛いだけじゃなくて同時に首とか肩が凝ってるかもしれない。まあそうやって子供さんを上から見るような意識で観察してあげてほしいんですよ。で、例えばね、夏休み明けに不登校が増える、子供の自殺が9月に最多、これは昔からもうね、よく言われている事実ですけれども、皆さんはこの事実に対して、なぜって考えたら、どんなこと考えますかね。なぜこういうふうに起きたのか、ことが起きるのか。まあ単純なことですよね。夏休みの間に、情緒が乱れている。で、情緒が乱れているからこそ、学校に行きたくないわけですし、自殺というね、最悪の手段を選んでしまう子供さんがいるわけです。じゃあその夏休みに何が起きてたのかよーく考えてほしいんです。当たり前のことをやめちゃってませんかね。例えばお母さんが忙しくて昼間は冷凍食品で済ましちゃってたりとかね、コンビニ弁当でいいにしなさいとか、わかんないですけどね、まあ夏休みに何を食べ何を飲んだのか、まあその結果それをちょっとよく考えてみてほしいんですね。コンビニ弁当や冷凍食品、ジュース、アイス、パン、まあ、パンほとんど周りに入ってますよね。で、お菓子。で、ほとんどのお菓子が植物油脂が入ってますよね。まあ、こういうものを食べたことによって、子供の情緒がどん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 、混乱していく。まあ、そんなことが起きてしまう。サラダ油や植物油脂、トランス脂肪酸にはリノール酸が大量に含まれてます。で、リノール酸の、過剰摂取をすると、必ず体の中で炎症が起きます。まあ、リノール酸というのは、まあ、リノール酸そのものが、細胞の膜に使われますけれども、リノール酸の、が体内で、アラキドン酸というものに変わります。脂肪酸に。で、そのアラキドン酸は、体中すべての細胞の膜に必ず取り込まれます。必ずです。一個たりともアラキドン酸が入らない、細胞はないんですね。で、そのアラキドン酸がたくさん入ると、体中で必ず、過剰な炎症ができます。で、炎症ができるって言葉を、簡単に説明すると、
風邪をひいたような状態になるということなんです。で、風邪をひいた時に、例えば、肩が凝ったりとか、寒気がしたりとかっていうことの経験っていうのは、おそらくほとんどの方あると思うんですけれども、体に炎症が起きたっていうことは、交感神経が緊張するってことなんですね。で、交感神経が緊張して、とにかくその炎症に体が耐えようとするようになるわけです。で、それが、自律神経の働きが乱れて、様々な体の不調ですよね。頭痛、腹痛、吐き気、ね、いろんな子供さん、不調を訴えることがあったと思いますけれども、まあ、例えばその中でも、軽い不調としては、ゲップとかしゃっくりとか、比較的多いですよね。ゲップしゃっくりが、学校に行けなくなる前に、そういえば多かったっていう方、とても多いです。で、あとは、そうですね。あ、学校から帰ってくると足が痛いって言ってたっていうお子さんも結構いらっしゃいますよね。で、この足が痛いっていうのを皆さんは足が痛いって思うのかもしれないですけれども、足が痛いということをさっきの交感神経が緊張してますよっていう事実から考えると何が起きてるのかって言ったら、単純なことです。猫に睨まれたネズミっていう状態になってます。猫に睨まれたネズミっていうのは、いつ、猫に襲われてもいいようにもう逃げ出したくてもう恐怖におののいてるわけですよね。だから手足にすごく力が入ってます。その状態が持続している しているがゆえに、まあその時にあれですよね、足にが痛くなるほど、足が緊張してるわけですからもう当然情緒が乱れ始めてるという状態ですよね。まあそういうことが起きたりするわけです。で、それが続いて、まあ、とにかく、様々な不調が起きる。で、その、自律神経乱れて、交感神経が緊張、過剰に働いちゃってるわけですけれども、そうすると何が起きるのかって言ったら、交感神経が、緊張すると、アドレナリン、ノルアドレナリンって言ったホルモンが過剰分泌されるんです。で、ここ書いてある通りですけれども、アドレナリンっていうのは不安とか恐怖を感じの情動ですよね。で、ノルアドレナリンっていうのは怒りとかイライラ、といった情動を、招きますので、これが、情緒を乱すことになるんです。まあ、つまりは、体の不調は、子供からの SOS って言いますよね。これはもう、まあ、不登校の兆しとかも言い方もしますし、新聞やテレビや雑誌なんかでもこういうことはもう再三、今までね、紹介されてるの見たことあると思うんですけれども、頭痛や腹痛や吐き気とかっていうのは、まあ、それ以前の問題として、ゲップとかしゃっくりとか、おならが多いとか、おならが臭いとか、体臭が匂うとか、頭が匂うとか、髪の毛がベタつくとか、手汗、足汗、脇汗、寝汗なんかも最たるもんですよね。まあこういったものは、全部子供からの SOS なんですよ。で、それをなんていうんですか、冒頭で申し上げた通り観察しないでただ見てるだけで、それでまあ言わなくなったからいいやってなっちゃって、放置してしまった。まあその結果だん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 その情緒の乱れっていうのがひどくなってきたっていうことなんですね。まあ、それ以外にも不登校の兆しっていうのは体調不良だけじゃなくて、めんどくさいとか、ムカつくとか、今まで手伝いしてくれてたのが手伝いしなくなっちゃう、言ってもやってくれない、で、消えやすくなる、落ち込む、友達や先生の悪口を口にするようになるとか、で、宿題もやらずにゲームばっかりになっちゃうとか、まあ、とにかく言動と情緒の乱れがセットで出てきます。で、体調の不良と、まあ、言動の、言動と情緒の乱れっていうのはセット。まあ、これで流れでわかりますよね。体の不調が悪くなった時には、もう、言動も悪くなっている。で、まあ、あとは、過敏に反応するようになるような情緒の乱れが、一緒に出てくる。まあ、つまりは、体調不良と栄養面が、体調不良、栄養面が悪くなって体調不良が起きて、情緒が乱れたわけですから、体調不良と栄養面が改善していけば、誰もが本当の自分に戻っていくんです。で、自然にコミュニケーションが取れるようになるんですね。で、これは
聞いてるだけだと、おそらくこいつ何言ってるんだって思われると思います。今までもそういう反応を何度もされてきましたし、まあもっと言えば、まあほとんどそういうことを聞いた側っていうのは、僕が詐欺を働いているような印象を持たれるんだと思います。ただ、まあ、自分で言うのもなんですけど、本も書いてて、で、こういう仕事をするようになってもう25年以上経ちますから、25年以上経ってて、まあ、悪口を書いてるって言ったら、私の本を読んで、実行を移さない人が、本の内容に対して、悪口を書いてるっていうのは、今まで見たことありますけれども、まあ、実際 Amazon のレビューなんかでも、読んで実行してない人は僕の悪口書いてますよね。本の内容もめちゃくちゃ書いてます。で、まあ、信じられなかったかもしれないけれども、本の内容を実行、自分の生活に生かしている方は、皆さんいいこと書いてくれてますよね。まあ、だからこれはもう本当、信じなくていいので、騙されたと思って、まあ、まずは、悪い油、サラダ油とか植物油脂とか、トランス脂肪酸ですよね、マーガリンとかショートニングですよね、そういうものが入っているものを一切取らないようにする。で、栄養面の改善をする。まあ、オメガ6、リノール酸を減らしても、オメガ3ですよね。特に DHA とか、まあ特にっていうのは EPA、まあメインは僕は EPA だと思ってるんですけど、EPA と DHA っていうのが、をちゃんと取らないといけない。まあそこら辺の栄養面の改善を必ずやった上で、あとはその上で、体調不良がそれでも改善しなかったら、まあ、漢方とか、鍼灸とか、整体とか、まあ、お灸なんかも結構効きますよね。で、そういう類の、別のアプローチを上乗せしてやってみてください。で、あとは、それをやった上で、今まで、今日もちょうどそういう話があったんですけど、今までだったら、怒って、まあ、癇癪がひどくいい子なんですけど、怒って、もう一日丸々部屋から出てこないことも多々あったっていうお話だったんですけど、まあ、それが、怒ったんだけれども、まあ、比較的早い段階で部屋から出てきたとか。で、ちょうど今、不登校になっちゃってる子で、学校の、宿題とかそういうのも全然やらなかった子で、その子は、なんつったかな、自分で、まだ学校には行ってないんだけれども、自分から、部屋で、朝起きてすぐ勉強するようになったっていうところまで、今来たんですけどね。まあ、そういうふうに、もちろん表情なんかも、不登校になった頃なんかはもう本当、東京の子なんですけど、お受験、中学受験をしろっていう話に家族でなってて、まあそれで万歳しちゃった子なんですが、不登校になった当時は、私は勉強なんかしたくなかったんだ。勉強、中学受験しろって言われるからこんなになっちゃったんだって言ってたんですけど、今はニコニコして自分から勉強するようになったっていう報告を今日またいただいたところだったんですけどね。で、とにかくそれを信じてくれなくていいので、子供さんにちゃんとしたものを食べさせて、で、子供さんが具合が悪いって言っているんですから、それを改善してあげるというのが親の務めじゃないですか。で、それやって子供がどうなるのか。あなたのお子さんが、まあ自分の子供もそうですけど、あなたのお子さんがそんなに悪い子であるわけがないし、そんなに弱い子であるわけもないじゃないですか。それを信じてあげてほしいんですよ。で、子供が変なこと言った時に、子供の性格とか人格を疑うんじゃなくて、自分が与えた食べ物を疑ってあげてください。私はもうずっとそれを続けてきてまして、例えば、まあ、これ比較的、お父さんにが多いんですけど、まあ、ご相談を申し込まれて、で、お父さんは私の言ってる食べ物でどうのこうのってことはやっぱり信じないんです。ね。で、ここで大事なことは、大人の脳っていうのはもう20代、半ばぐらいで脳っていうのは完成してます。で、子供の脳っていうのはまだ成長期です。ですから、変な油取ったら、その変な油は、もう成長途中ですから、脳成長に使われちゃうんです。で、それが入ってって、そういう油の状態で脳が成長していくわけです。だから、すぐには、悪くならないのかもしれないですけれども、それがどん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 積み重なって、血管として出てきちゃう。で、大人になったら入れ替わるっていうだけの話なんです。で、もっと言えば、DHA っていうのは、
脳の中に入るオメガ3っていうのは DHA なんですけど、DHA っていうのは今日から全く食べなくても、半減期が2年半と言われてるんですね。だから食べなくても、それくらいに逃がしたくない、脳にとって必要な、油なんですよ。だから大人まで、そんなに問題なく成長できた大人は、サラダ油とか取っても、影響の出方っていうのは子供と比較にならないんです。子供の場合には今この時点でもそのオメガ3 DHA を脳が必要としてるんです。それを皆さんは、何も考えられてなく、適当なコンビニとか、お惣菜とかそういうの食べちゃってるもんだから、その油が脳に入っていってしまう。それがだんだん大きな問題になってくるんですね。で、それを説明しても本当に、特に父親、お父さんはそのことをなんか半信半疑どころか疑っているので、大丈夫だぐらいの生活しちゃうんですね。で、今年は幸い、これ幸いって言ったらあれなんですけど、コロナですよね。コロナなもんですから、だから天気が基本的に、リモートで済んじゃったとか、そういう学校が多かったんですよね。だから比較的少なかったんですけど、この2学期になって、学校に普通に行くようになったらまたそういう問題が出てきたんですが、お母さんは信じてくれて、土曜日、日曜日にそういうものを食べないようにって子供に過ごさわせる。で、お父さんはそんなの平気だろって言って、やるんですけど、お母さんがちゃんと土日に気をつけていると、月曜日、火曜日と、もう普通に学校に行けて、で、土日に気抜いてそういうの食べると、月曜日、火曜日、ひどいと水曜日まで学校休む。で、木曜日ぐらいになると、月火水、お母さんがちゃんとしたもの食べさせてますから、木曜日ぐらいになると復活。木金は行けて、で、土曜日、日曜日の過ごし方次第で、また月曜日、火曜日、水曜日休むのか、それとも月曜日からちゃんと行けるのか。こんなことを、だいたい3回ぐらい繰り返して初めて、お父さんは認めてくださるんですね。で、半信半疑というよりも、認めざるを得ないわけですよね。食べなきゃ行く。食べれば行かない。そんなことが起きるわけです。ですからね、私も今でこそもう確信持ってこういうこと言えますけれども、信じなくていいです。信じなくていいので、子供さんのために、それ、ちょっと行動してみてあげてください。で、それをすれば、私が言う、接し方なんか、全然気にする必要ない。今は、何ですか、ある程度のことを、子供が言ってきた時には受け入れる。情緒が乱れてますからね。受け入れるっていう形でいいと思うんですけれども、だからって言って、欲求に負けちゃダメですよ。何ですか、ゲームソフトを買ってとか、スマホのを変えたいとか、なんかそういう、欲求が高いやつは、ある程度は、セーブしないといけないと思いますけれども、そうでない話で、なんかでは、子供が言ったことに対して、そうだねって相槌を打ったりとか、そんな接し方制度の努力でいいと思うんです。ね。だから、言いたいことは、自分の目で、当たり前の、母親として当たり前の、ちゃんとしたものを食べさせる、体の不調があったらそれを改善してあげる。その当たり前のことをしてあげたら、子供に何が起きるのか、楽しみにして、観察してあげてみてください。きっと驚かれると思います。今日の話は以上です。ありがとうございました。